暇空あかね氏が注意喚起。性風俗業は職業ではないから、売春禁止法を作ろうって言ってる。コラボを止めないと、性風俗も全部なくなりますよ。がネットで話題。内容はこちら。暇空氏が注意喚起を促しているようです。では、暇空氏のツイートより内容を見てみましょう。暇空あかね。性風俗業は職業ではないから、売春禁止法を作ろうって言ってる。コラボを止めないと、性風俗も全部なくなりますよ。AV 女優が仕事潰されて裏 AV 言ったように、風俗場は違法風俗場になって、性欲発散できない性犯罪者が街に溢れる。日本を潰したいだけちゃうの。日本の職業選択の自由を壊したいだけだとしか思えません。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。完全に職業差別やん。正義ずらした古典的な職業差別だと思ったら、ばあさんフェミニストか。唱えているのただの差別推進じゃん。それは職業とは言えないって何様？この界隈の人たちって、いつも腕組みしながら上から目線の物言い。感じ悪い。腕組みしながら上から目線で職業差別。何様なんでしょうね。次はこちら。AV 新法の次はこれか。違法なんかにしたら、地下に潜ってコントロールできなくなるだけ。完全にバカの考え。それで職を失った人はどこに行くのでしょうかね。どんなに綺麗事並べても、男と女がいる限り、売春はなくならないよ。下手に法制化すれば地下に潜るだけ。まずは歌舞伎町の立ちんぼをなくせ。立ちんぼ産業を増やしてビジネスしたいんでしょ。エセフェミの綺麗事には、もううんざりですよ。次はこちら。コラボ等は、女性の保護や権利を言っていて、実際は様々利用している。そして、狙いは毎度おなじみの公金。会計や領収書についての反証を一切してこないのが良い証拠。ここで止めないと、本当に取り返しのつかないことになる。危機感を持っていかないと。貧困女性を増やすために必死だな。風俗を違法にしろ。職業を奪われる女性が増加。女性支援団体が大手を振って活動。公金チューチューがはかどる。完全にマッチポンプ。おそらくマッチポンプでしょうね。最後はこちら。日本人女性への迫害が進んでいる気がしてならない。この人たちの主張は筋が通らないことばかり。職業弾圧甚だしい。女性のくせに女性の職業を奪う。いい加減こういう活動家を野放しにしておいてはいけない時期に来てると思う。こいつら活動家の日本潰し運動には終わりがない。だから、どこかで組織ごと潰さないと。女性の敵は女性です。世の真っ当な女性は、迷惑フェミニストに対し、抗議の声を上げましょう。結論。綺麗事ばかりを並べ、理想論だけで物事を語り、偏った思想で女性の仕事を次々と潰していくエセフェミニスト。性風俗業を好んで生業にしている人も多くいます。そんな女性たちの職業を奪ってしまえば、その後どうなるのか、エセフェミニストは想像もできないのでしょうか。このような声の大きな活動家を野放しにしていたら、日本のあらゆる職業が潰されかねません。多くの真っ当な人々で声を上げ、糾弾しましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。